借りたウェーブドリッパーでのドリップの入れ方を今日は紹介していきますまずケトルにお湯を用意してそしてウェーブフィルターをセットして湯通しをしていきます真ん中から注いでいって徐々に縁にお湯をかけていくとフィルターが崩れないでお湯をかけることができます湯通ししたお湯は逆さにして水気を切ってそして捨ててあげますそして粉 14g をセットします引きき目は中細引きぐらいの感じですね <laughs> そしてスケールをゼロにして90度のお湯でドリップをしていきます。まずスタートと同時に35グラムくらいのお湯を粉全体に注いでいって30秒蒸らしていきます。 注ぎの位置は紙には直接お湯がかからないように意識して常に着地は粉の上になるようにしながら真ん中を中心にまあ500円玉かそれよりちょっと大きいくらいの感じのイメージでお湯を注いでいきます、まあ、粉全体に注いでいくんですけど右利きで右から注ぐ場合はまあ左隅にはお湯がよく行き渡るんですが右手前になかなかお湯が行かないことがあるのでこんな感じで上からまっすぐ落としてのせるようなイメージで全体に お湯を広げててかけていきます30分のタイミングで 90g までこんな感じですね上から垂直に落とすような感じでお湯をかけていきますこのレシピは五島レシピといって、まあ、合計 230g のお湯を5回に分けて注いでいきますなので蒸らしの1回目そして今の2回目を含めてあと3回ですね分けて注いでいきます次は1分のタイミングになったらもかお湯を注いでいきます次は 150g までお湯をかけていきます この時にですね、まあ、抜けが早い豆であればもう1分のタイミングにはドリッパーの中にお湯が残ってない場合もあるんですけどもその場合も気にせずに、まあ、ドリッパーの中のお湯のたまり具合っていうのを気にせず、まあ、時間を意識して注いであげることが大事かなと思いますで150まで注いだら待ってあげて次は1分30秒のタイミングで注いでいきます1分半になったら次は 190g までお湯を注いでいきます こんな感じですね。最初から最後まで、まあ、乗せるような感じで垂直にお湯をかけていくというのは、一貫して買えないでいきます。まあ、この時にね、粉が暴れてしまうと成分が出すぎてしまったり、フィルターに目詰まりを起こす可能性があるので、まあ、せて落としてあげるだけで大丈夫です。最後、1分50秒で 230g までお湯をかけていきます。 はいこれで 230g 注ぎ終わったらドリッパーを軽く揺さぶってそこにある粉を平らにしてあげて落ちきりを待っていきますで引き目の話なんですけども、まあ、この落ちきりの時間と味わいっていうのを気にしてもらえるといいかなと思います、まあ、具体的には落ちきりが早すぎる2分半よりも早く落ちてしまうとか味わいとして甘さが足りない みたいな時には引き目をより細かくしてあげるといいかなと思います逆に3分以上かかって落ちきるとか雑味意外化感を感じる場合は引き目を粗くしてあげるとより透明感ある味わいになると思います僕がいつも入れてるこんな感じのレシピだと2分半から2分35秒くらいで落ち切りを迎えます落ちきったらドリッパーを外してそして出来上がりです今日はルワンダの華やかなコーヒーを入れてみましたみかんとか紅茶の香りがしますめっちゃ美味しそうではこれをカップに移して 飲んでいきましょう出来上がりました皆さんもこの入れ方レシピそしてドリッパーを参考に家で美味しいコーヒーを楽しんでみてください。